長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。皆さんはプロフェッショナル人材って知っていますか？専門性の高い経験やスキルを持ち、企業の成長を後押しする人材のことじゃな。その通り。県ではプロフェッショナル人材と県内企業とのマッチングを行っているので、詳しく調べてみよう。桃子さん。はい、桃子です。まずは長崎県プロフェッショナル人材戦略拠点の広田さんと川原さんにお話を聞きます。プロフェッショナル人材と企業をどのようにマッチングしているんですか？はい、まずは企業から話を聞いて、どのようなプロフェッショナル人材を必要とされているのか、業務の内容や求人の条件を明確化しています。そこから拠点に登録いただいている職業紹介事業者へ求人情報を共有し、企業が求める人材のマッチングを支援しております。企業様の人材ニーズは様々ですので、まずは丁寧にヒアリングさせていただいております。職業紹介には有料と無料があります。有料職業紹介は成功報酬型とはいえ、採用時に年収の 20-35% の手数料が発生します。決して安くはないため、その企業様の将来のために本当に必要な人材かどうかを募集時にご判断いただいております。無料職業紹介では提携している長崎移住サポートセンターや産業雇用安定センターなど紹介の可能性もございます。まずはご相談からでもお気軽に拠点をご活用ください。続いて雲仙市の小浜食料株式会社を訪れました。金沢さんは首都圏で活躍できる営業のプロを求めてプロフェッショナル人材戦略拠点に相談しました。プロ拠点を活用した感想を教えてください。はい、求人を作成する前の段階からプロ拠点の方々には本当に親身になっていろいろとご相談をさせていただきましたので、弊社として初めての取り組みではあったんですけれども、一つ一つ不安な点を解消して人材採用に取り組むことができました。採用にあたって工夫した点としては、業務内容をより具体的に提示したというところと、入社後のイメージを明確に持ってもらえるように工夫をしました。また面接時には自社に魅力を感じていただけるように、自分がこれからやりたいと思っていることや自社の展望について熱意を持ってお話をさせていただきました。採用してよかった点としては、求めていた分野でしっかりと成果を出していただいているということはもちろん、一緒に働く従業員の皆様にとっても非常にいい影響を与えてくださっているなと感じています。小浜食料株式会社で営業のプロフェッショナル人材として活躍している木村さん、この事業を活用して良かったことを教えてください。はい、そうですね、非常に仕事の内容が明確で、あと私の経験とかキャリアに対してどういった期待をしていただいているかというのが非常によく分かるようになっておりましたので、自分の経験が非常に活かせる仕事かなと思っております。今後の目標としましては、長崎といえばカステラが非常に有名なんですけども、それじゃあその次はと言われた時に、うちの商品が名前が出てくるように、はい、今後も活動を続けていきたいなと思っております。地域の企業が活性化すると町も元気になりますね。そうだね。即戦力となる人材を雇用したい企業はプロフェッショナル人材戦略拠点を活用するしかない。しかだけに。